英国海外航空機空中分解事故は1966年3月5日に英国海外航空のボーイング707型機が富士山付近の上空で乱気流に巻き込まれ空中分解し墜落した航空事故である。911便に使用されたボーイング707から436型は1960年に製造された。 総飛行時間は19,523時間33分で、総飛行回数は6,774回であった。機長は45歳の男性で、1946年3月6日に BOAC に入社した。総飛行時間は14,724時間で、そのうち2,155時間がボーイング707の飛行である。 ボーイング707の機長の操縦資格は1960年12月3日に取得した。第一操縦士は33歳の男性で、1957年9月29日に BOAC に入社した。総飛行時間は3663時間で、そのうち2073時間がボーイング707の飛行である。 ボーイング707の副操縦士の操縦資格は1962年6月26日に取得した。別の第一操縦士は33歳の男性で、1957年9月23日に BOAC に入社した。総飛行時間は3906時間で、そのうち2538時間がボーイング707の飛行である。 ボーイング707の副操縦士の操縦資格は1962年7月8日に取得した。航空機関士は31歳の男性で1957年7月8日に POAC に入社した。総飛行時間は4748時間で、そのうち1773時間がボーイング707の飛行である。 ボーイング707の航空機関士の飛行資格は1963年4月17日に取得した。英国海外航空911便はサンフランシスコを起点とし、ホノルル、羽田空港を経由して香港に向かう計画であった。羽田空港には1966年3月4日16時45分に到着予定であったが、羽田がノームで閉鎖されたため、 板付飛行場へダイバートし、1日遅れの3月5日12時43分に羽田に到着した。羽田空港富士36、太郎坊、付近911便は13時58分に羽田空港から香港の京都区空港に向けて20時間以上の遅れで離陸した。滑走路脇には前日に農務の中着陸に失敗して大破。 炎上したカナダ太平洋航空のダグラス DC-8 の残骸が散乱していた。機長は離陸前のタクシングを始める寸前に停止済みの羽田空港から伊豆大島経由で香港に向かう景気飛行方式によるコースではなく、富士山上空へ直行する有志海飛行方式を要求し受理されていた。離陸完了後、 機長から管制塔への無線通信によるご機嫌用が、当該機からの最後の言葉となった。羽田空港を離陸し、巡航高度に上昇中の14時15分ごろ、静岡県御殿場市上空付近15000フィートを飛行中、乱気流に遭遇して右翼が分断されるなどして、機体は空中分解、御殿場市の富士山6、太郎坊付近に落下した。 空中分解してから墜落するまでの様子を目撃していた自衛隊員らによると空中分解した後に両翼から燃料を吹き出しながら機体中心部が地面に衝突し爆発音と共に黒煙が上がったというその後操縦席を含む機種部分が消失した機種付近は本来燃料タンクがないので炎上しないはずであったが911便は乱気流遭遇時に 主翼付近のタンク核壁を燃料が突き破り、機種付近に溜まっていたことが火災の原因となった。翌朝になっても、機種を含めた機体の一部はまだ燃え続けており、ジェット燃料の白い煙と匂いが絶えない状況であった。毎日ニュースの事故の解説によると、空中分解した機体の破片は、墜落地点から2 0トルも離れたところにも飛び散っていたという。また、 乗客の手荷物や日本の土産物等の遺品も墜落現場からかなり離れた場所から発見され乱気流に巻き込まれた際に機体が破損し空中分解する途中広範囲にわたって機体の破片や遺品が飛散したものとみられている事故の発生から間もなく事故の瞬間を目撃していた自衛隊員や警察官などが現場に駆けつけたが生存者はおらず乗員11名 乗客113名の合計124名、全員が犠牲となった。なお、山林地帯への墜落であったこともあり、地上の犠牲者及び負傷者はなかった。墜落の瞬間は、富士山速攻所職員や、陸上自衛隊東富士演習場の自衛隊員、路線バス運転手など多くの目撃者がおり、その多くが地元の静岡県警察に通報した上に、 住宅地や自衛隊の駐屯地からもそれほど遠くなかったために早いタイミングで警察官や消防隊員が墜落現場に駆けつけ現場の保存や捜索に当たった。なお目撃していた陸上自衛隊員も直後に事故現場に向かい現場保存及び捜索に当たった。当初は小型機の墜落との情報が寄せられたほか白い煙と部品を巻き散らしながら墜落していくのを パラシュートで乗員が脱出していったと勘違いしたため、自衛隊機が墜落したとの誤った情報も伝えられたが、墜落現場に駆けつけた警察官や消防隊員、自衛官らが BOAC やボーイング707と書かれた残骸を発見し、英国海外航空のボーイング707型機の墜落と判断。直ちに世界各国に英国海外航空機の遭難が報じられた。 前述の自衛隊員が、事故機の墜落時刻に前後してこの日、平和大野球場で行われたプロ野球オープン戦の西鉄ライオンズ対、読売ジャイアンツの試合のラジオ中継を空前聞いていたとされ、その自衛隊員が、巨人の攻撃で長島、森が出て、吉田の打席の時、飛行機の主翼の両端あたりから白く、尾を引き始めましたと証言したことをもとに、 本県事故捜査本部が NHK の当該事案中継の録音テープを分析した結果、正確な墜落時刻が判明した。富士山速攻所のカンテラニッシには14時15分、南東方の上空500メートルくらいのところに上昇姿勢で右翼の3分の2を残し、火と煙を吹いて陥る飛行機を発見、と記録された。これらの目撃証言に加えて、 乗客の一人が持っていた8ミリカメラが回収され、この内容とんできないと思われる、流れた映像が映ったところで終わっていたが、事故原因究明に大きく寄与した。事故機に搭載されていたフライトデータレコーダーは発見から間もなく回収されたものの、墜落時の火災で破壊されていたため、分析調査は断念せざるを得なかった。しかし墜落までの光景については、 前述のように自衛隊員を、はじめ多くの目撃者がおり、さらに、富士スピードウェイで行われていた自動車レースを、取材中の平凡パンチのカメラマンらによって、空中分解し墜落する機体の写真も、撮影されていた。当日の天候は快晴。それまでも富士山の周囲では、山岳波という特殊な乱気流の発生が知られていた。 しかしヘリコプターなどでの頂上部への接近は危険であるが旅客機による上空通過は問題視されていなかった。ところが後の天気図や気象衛星画像、風洞実験等による分析でこの日中国大陸からの強い季節風のため従来の予想を大幅に上回る強い山岳波が発生していたことが判明した。この強い乱気流により ボーイング707の設計荷重を大幅に超える、応力が各部にかかった。これにより同期は垂直安定板及び、右水平安定板が破損、ついで右主翼端やエンジンが脱落、主翼全体から漏れ出した燃料が白煙のように尾を引きながら、切り揉み状態で墜落に至った。なお、山岳波は、富士山のような孤立した高い山の風下が、 特に強くなるとされている。またその影響は標高の5割増しの高度まで及ぶと言われている。そのため当日の富士山の場合、南側かつ高度5800メートル以下の飛行は特に危険であり、事故機の飛行ルートはまさにその範囲に該当していた。事故の原因が山岳波の中でも特殊な剥離現象であると気象庁気象研究所が発表したのは、 事故から4年経った1970年4月である。事故当時は山岳派の研究が進んでいるロンドン大学のスコーラー教授らが発表していた山体のかなり上部を波状に流れる気流が原因と見られていたが、この気流は数十秒から数分の長い周期で流れる方向が変わるのに対し、目撃者の証言や事故の写真撮影などから気象研究所は もっと短い周期で方向が変わる、未知の空気の流れがあるはずと研究を進めた結果、山体表面近くの気流が地表から剥がれる時に渦を巻き、それが山体から遠くまで続くことを発見。これが事故原因であることを突き止め、剥離現象と名付けて発表した。北側を飛行する旅客機から見た富士山基調がなぜ通常よりも数千メートルも低い高度で、 しかも、有志会方式により富士山金傍を飛行しようとしたのかは未だに半然としていない。なお、ホノルルから羽田へのフライトはノームによるダイバートにより、福岡空港へ着陸後、当日朝に羽田に再度向かったため、出発が20時間以上遅れていたことが判明している。そうした点から、下記の要因が推定されている。 また、運航航空会社は911便の直前に、離陸した伊豆大島経由で、鹿児島に向かう全日空機の存在が判断に影響したと指摘したが、この機はターボプロップ機のホッカー海27で、巡航高度も巡航速度も911便よりも低かったため、無関係とされた。事故原因調査の過程では、本事故以前に同じ911便が何度か、 富士山上空を経由して飛行したことが確認されている。このことは柳田国夫のマッハの恐怖に触れられており、2月5日の911便の飛行は乗客が撮影した富士山町の写真もあったが、この時の飛行は富士山の北側からであった。事故調査報告書によれば、富士経由の有志海飛行は、もし、それが航空機の進行を促進するために行われた。 ものであるならば、機長の裁量に属することである。ただ、この場合における有資会上昇を要求した理由については、旅客に富士山をよりよく見せようとすることと関連があったかもしれないが、これを明らかにすることはできなかったのだという。事故調査委員会はこのことにも注目し、検証を行うも、自己危機長が富士山周辺経由、しかも高度を低くして、 飛行を決断した理由を明確化できておらず、さらにはイギリス側調査団より東京航空地方気象台の乱気流警報発令が事故後2時間半後であるのに事故危機長が予知可能かとの反論等もあり、結局航空会社は事故に対して不可抗力であったと表明している。なお現在も富士山上空を飛行する。 民間航空ルートは存在するが、必ず景気飛行方式で飛行し、なおかつ、富士山より数千メートル高い十分な高度をとっているため、山岳波の影響を受けにくく、それにより墜落する危険性は低い。それでも、富士山周辺での乱気流の発生が報告される際には、富士山が見えないくらいを大きく迂回するコースをとる。特に航路が異なる羽田空港進入時に、 富士山の南側を飛行する際には、八丈島付近まで南下することがある。乗客のうち75名が、アメリカ人団体客で、ミネソタ州の冷凍機器会社である、サーモキング社の成績優秀な販売代理店へのボーナスとして、日本、東南アジア旅行に招待された、当時の同社の副社長、ラルフ・ポーターをはじめとする、会社重役とその家族であった。 このうち夫婦で参加していたのが26組で、両親を失った子供は63人にも上った。この旅行団は、京都を訪問した後に事故に見舞われたので、新聞には、京都、祇園の料亭、左網で開かれたすき焼きパーティーの際の記念写真が掲載された。また、当時の国際線の運賃は高額であることから、当期にも外国人や日本人ビジネスマン、 富裕層が多く乗っていた。映画007は二度死ぬの撮影のために来日していた皇術以外のスタッフやビルマ不妊中の夫のもとへ向かっていたバリトン歌手の立川隅人の姉とその家族、第3次日本公演からの帰途にあったフランスの著名キャバレー、カルーゼル所属の性転換内視女装のダンサー、一行などが犠牲となった。一方で映画 零零7は二度死ぬの監督のルイス・ギルバート、制作者のハリー・サルツマン、アルバート・アール・ブロッコリー、フレディ・アング、プロダクションデザインのケン・アダムも登場する予定だった。上に当該機の機長とゼニや夕食を共にしていたが、出発2時間前に急遽忍者の実演が見ることができることになったため予定変更により登場を、キャンセル指南を逃れた。数時間後に、遭難の知らせを受けた一行は青ざめ。 これが二度目の命だと胸を撫で下ろしたという。墜落現場の静岡県殿場市の富士山6、太郎坊付近の駐車場脇に、同期の墜落犠牲者のための慰霊碑が建てられた。日本では1966年に5件の航空事故が発生した。本事故は3件目であった。ありがとうございます。